はい、それでは後半の授業に入りたいと思います。で、どこまでやっていたかというと、そうですね、この二変数関数の極値の存在を判定するという話で、で、まあ、テイラー展開をして、で、二次の導関数のこの符号の整合を調べるという話まで来ていました。で、先ほどその一変数の場合にはこの二次の導関数の項が1項だけでしたから、割と話はすぐに済んだんですけれども、こうして見てみますと、そのまずこの二次の導関数の項が3項あるわけですね。まずそれだけでちょっと難しいと。で、それから符号を判定しようと思っても、その例えばこの場合ですと、そのここの x-a の2乗っていうのは、その x が a から前後に動けば必ず正だっていうのが分かって、それから y-b の2乗っていうのについても、この y が b から少し動けば正だって分かるんですけれども、じゃあここにあるのはその x-a×y-b で、これはその必ずしもこの正になるとは限らないわけですね。正になったり負になったりするということで、一変数関数でやっていたように、その変微分の符号を見ていただけでは、そのこの中全体がですね、正になるか負になるか、正のままでいられるかとか、あと負のままでいられるかとか、そういったことを何とも言えないっていうのがちょっと難しいところです。で、それをどう判断するかっていうのもこれからの話です。で、それを解決するために、唐突なんですけれども、線形代数の道具をちょっと使います。具体的に言うと、この3つの項がありますよね。この3つの項をですね、ベクトルと行列の積で表してみます。まあ、いきなり見せられてビビる人もいるかもしれませんが、とりあえずちゃんと説明しますので、まあ、気楽に見てください。一応ちゃんと書いておきますと、この今その赤い箱で囲った部分を、ベクトルと行列の積で表すと、次のような表し方ができます。これはまず x-a と y-b をその行、成分に持つ行ベクトルですね。で、それに行列をかけるんですけれども、次に2行2列の行列がありまして、で、ここの行列の各成分はその二次の変導関数の値が入ります。で、11成分にその x の二次の導関数ですね、それから12成分と21成分に dxdy のその導関数の値、それから最後の22成分にその y による二次導関数の値が入ります。で、さらに右側から今度は列ベクトルをかけます。こうですね。x-a と x-b、ごめんなさい、y-b だ、ごめんなさい。y-b を成分に持つ列ベクトルです。で、実は、この赤い箱で囲った部分が、すみません、便宜上、この赤い箱で囲った部分をこういうふうに書きましたけれども、これが、こういう表し方に等しくなるというんです。
疑問に思う人も多分いると思いますので、まあ、そういう人は今日授業終わってから実際にこの行列ベクトルの積を展開して計算してみてください。あの式に等しくなるはずです。でともう少し解説をしますと、その今のですね、赤い箱の部分をこのようにして、この表したものをですね、二次形式と呼びます。後でまたもう一回言葉出てきますけど、二次形式と呼びます。でそれから、今ここに出てきました行列ですね、この行列にも名前がついておりまして、点 xy イコールその ab における f のヘッセ行列というのがついています。で、この記号をですね、h のカッコ f の、ちょっとカッコが2個続いたんですけども、h のカッコ f のカッコ ab というふうに表します。で、もう一つこの平成行列に関して性質を述べますと、これ対称行列になっているということにも注意します。対称行列というのは、ちょうどこの対角成分を軸にしてぐわっとひっくり返しても等しいってわけですね。で今実際に見てみますと、この1,2成分と 2,1 成分が等しいですので、その対角成分を軸にしてこうパタッとひっくり返しても、点値行列点値行列をとっても元の行列に等しいという行列を対称行列と呼びました。ですので、このヘッセ行列は対称行列であることにも注意してください。で、なんでこういう道具を持ち出したかというと、実は先ほどからその我々が知りたいなと思っているこの赤い箱の部分の政府というのは、この、二次形式を表すこのヘッセ行列の性質で知ることができるという話なんですね。ですので、じゃあこの行列のどういう性質を使ってこの赤い箱の部分の政府を判定するかっていう話を一応これからしたいと思います。それを使うと最終的に極大を持つとか極小を持つとかっていうのの公式を導くことができます。ここまでいいでしょうか。なんか微積分の話をやってるのにいきなりこう線形代数の話に。なっちゃいましたけども、数学ではしばしばそのある問題を解くのにその別な道具を分野の道具を使って解くということをやります。まあこれもその一つの典型的な例だと思いますので、ですので線形代数を同時に履修しておくと、まあ少しはご利益があるかなというふうに思うわけです。というわけで、今度はその行列の二次形式の話をもう少しきちっとしたいと思います。まあ、いいですか。多分皆さん今線形代数の方ではその一般のベクトル空間などをやってこう線形写像がうんたらかーたらとか苦しんでる人もいるかもしれませんけれども。今この授業ではせいぜい行列の次元も出てきても 2×2 までですので、そこまで難しくはないと思います。で、今 A として 2×2 行2列の行列を作ります。成分を PQQR としてますので、
まあ、2次の対称行列ですね。でそれから、あと XY っていうのをまあベクトルとしましょう。その2つに対しまして、すみません、ちょっと黒板左側に映っちゃいますけれども、ちょっと下の方が見づらくなると思うので黒板を変えて書きます。この QA の XY というのを次のように決めます。すいません、これ今 A の記号をこうしましたけど、申し訳ないですがちょっと中の成分の記号を変えてください。ABBC にしましょう。すいません。でこれに対して先ほど書きましたように、その行ベクトル XY に右から行列 A を書きまして、でさらに右から列ベクトル XY をかけたもので、これを展開しますと、このさっきやりましたような式になりまして、実際に展開したものを書きますけれども、 AX に乗プラス 2BXY プラス CY に乗、展開するとこういう式になります。でこれをA の定める二次形式と言います。で、まあ。じゃあなんでこんなものがこういきなり導入されたかっていうんですけれども、まあちょっと線形代数の方の授業でその内積までちゃんとやった導入されたかどうかはちゃんと把握はしてないんですが、まあ皆さん以前にも少しこの授業でも内積の話をして、その時は全然わからないっていう人はそれほど多くはなかったと思うので、まあ内積の話をしますと、実はこれっていうのは、内積なんですね。2つのベクトルが内積になってるんですね。という事実があります。なんでかっていうと、この部分が、まあ、ここで書いた A×V なんですけれども、内積っていうのはその、ベクトルだったらベクトルの第一成分同士の積と第二成分同士の積をかけて加えたものでした。ですので、例えばこの場合ですと、その、まあ、ここがある列ベクトル、例えば PQ とかっていう列ベクトルになりますから、そうするとこの行ベクトルとこの列ベクトルをこう積を取るっていうことは、第一成分同士をかけて第二成分同士をかけて和を取るということで、こう内積を表しているわけです。ですのでこの二次形式というのは、実はもともと与えられた XY とそれから XY をこの
行列 A で定まる線形斜度で写したベクトルとの内積を取っているという意味があります。まあ、この意味がさらにどういう意味を持つかというのはこれから徐々に説明していきますけど、まずこの二次形式というのはこういう形に対応しているということを押さえておきます。それで、そうですね、一応ちょっとこの黒板、後から使うと思うので、残しておきましょう。これも後から使うかな。ちょっとこれも残しておきましょう。で、今度はその行列に対するその符号というのを定義します。言葉としては、正定符号、不定符号、正の定符号、それから負の定符号、それから不定の符号という言葉でして、教科書にはあんまりちゃんと、そんなにないかな。正の定符号ですね。それから負の定符号。それから同じ不定でも定まらない方の不定の符号というこの3種類の言葉を定義します。でまずこの A を先ほど定義したような対称行列とします。それから、QA の XY というのを先ほど定義しました A が定め、 A の定める二次形式としましょう。この時に、まず最初にこの A が正定符号もしくはもう一つ言葉がありまして正定値という言葉もあります。その定義はその何かと言いますと、この00でないすべてのベクトル x1 に対して、この二次形式の値、x と y にこう値を代入するとこの二次形式っていうのもまあ実数になるわけですね。実数値になるわけですね。こう先ほど展開したようにこの式にこう x と y に値を代入しますので、まあ二次関数です。でどんな x と y の0でない x と y の値を代入してもこの二次形式の値が正になるときにこの行列 A は正定符号もしくは正定値と言います。まずこれは1点目の定義ですね。で、それはその、もう少し幾何的な意味ではどういうことを言ってるのかっていうと、先ほど、その二次形式っていうのは、実は、2つのベクトルの内積として表せますという話をしました。
その内積、しかもその内積はどういうものかっていうと、一つは xy。で、もう一つは、のベクトルは、その xy をこの行列 A で移したものですね。そうすると、例えば、今、二次元ですから、待ってくださいね。二次元ですので、例えばその xy っていう行列が、まあ座標ですかね、座標から定まる行列があったとして、でそれに対して、まあ A で線形体、まあ線形体ですね、A で移した、行列 A で移したこうベクトルってもあるわけです。で、その内積がこう正になってるっていうことは、その多分皆さんもしかしたらまだやってない人習ってない人もいるかもしれませんけれども、この2本のベクトルのなす角でこう内積の正負っていうのは決まりました。例えば2本のベクトルが直交するときには内積は0になるっていう話は知ってる人もいるかと思います。で正になるっていうことはその正になるような角度を保つっていうことを言ってるわけですね。まあ、角度の大小はあるけれども、その何でしょうね、直角よりもこう鈍角になるか、あるいは鋭角になるか、そういった性質の区別がこう分かれるということを言っています。で、この二次形式の符号が常に正になるということは、そのどんなベクトルを持ってきても、そのベクトルを行列 A で移したものと、元のベクトル の内積のなす角が鋭角になるということを言っているわけですね。そういう幾何的な性質があると思ってください。で、まあ、2番目としてその A が負の定符号ですね。でこれはどういう定義かというと、0でないすべてのその x と y に対して、この a が定める二次形式が必ず負になるということを言います。ここまででしょうか。であと3番目がその定まらない意味での不定符号なんですけれども、その過去3番のその A が定まらない方の不定符号というの定義は、ここにありますようにその2つのベクトルが存在すると。で1つは x1y1、 もう1つは x2y2、 でこの2つはどちらも0ではないもので、しかしどういう性質を満たすかっていうと、その二次形式にそれぞれ代入したものがありますよね。こう2つ代入した。で、それをかけたものが枠になるっていうのが、ような、そうこういうものが、ベクトルが存在するっていうのが、この不定符号の定義なんですけれども、この定義で何を言ってるか、皆さん分かりますかね。ちょっとピンとこないと。ではいきますか。ピンとこないと。はい。はい、分かりました。これでピンときた人は、要は数学に変形してください。で、これをよく言っているかというと、その2つをかけて、符号がこれが負になったということは、この2つの符号が異なるということですね。で、これらの符号が異なるということですね。ということは、この、ごめんなさい、今ちょっとマイクが落ちましたので、これ大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。で、この2つの符号が異なるということは、実際にはその、ある x1、y1 で、
正になったかと思うと、別なあるベクトルでは負になるってことを言ってます。存在するというのはそういう意味ですね。だからあるところで正になったり、あるところで二次形式が正になったり、また別なところでは負になったりするということなんで、全体として符号は定まらないということを言っています。そういうことを数学的な定義としてはこういう書き方をします。ちょっと数学をちゃんと専門的にやってないと、勉強しないと分かりにくい書き方かもしれませんけれども、我々はその数学類に入ると、こういうものを読んでですね、その意味を理解する訓練を行っておりますので、これをパッと見てすぐに分かったっていう人はですね、数学類に来ても十分やっていけるかもしれません。じゃあただ保証はできないですが、あとは皆さん数学が好きかどうかにもよりますけれども、そういうことですね。で、こういう定義をしています。で、せっかくですので、ちょっとその、皆さん、こういう定義だけ見ても、あまりピンとこない人もいるかもしれませんから、少し例題を、例を出してみましょう。で、例えば、最初にその正定値な行列の例ですね。で、A として、こういう2、1、1、1という、こういう行列を持っていきましょう。で、一応皆さんパッと見て分かるかと思いますが、これ A は対称行列になっています。その、点値ですから、ここの1、2成分と2成分入れ替えても等しいですよね。ですので、この A としてこういう行列を持ってくると。で、この A に対して、この二次形式を計算しますと、xy っていう行ベクトルを持ってきて、で、そこにこの a をかけまして、で、さらに xy という列ベクトルをかけます。で、それを、あとは展開すればいいんですが、展開してみますと、気になる人は後で自分でやってもらった方がいいかなと思いますが、2x2 乗プラス 2x プラス 2xy プラス y2 乗と。で、こう見てもあまりピンとこないかもしれませんが、実はこの関数はですね、x2 乗プラス x プラス y の2乗という形で、その2乗の項の和になるわけですね。そうしますと、x と y にどんな実数を代入しても、その2乗は正ですから、全体は必ず、x、y が0でなければ、この式は必ず正になるということが保証されます。こういうのが正定値の行列の例として挙げられます。それからもう一つの例としては、その不定符号の行列の例を挙げたいと思います。今度は、A として、こういう形にしましょう。マイナス2、1、1、1と。ですので、先ほどの正定値の例だった行列の1、1成分を符号を負にしてみましたと。そういうものです。
で、まあ、これに対してやはり同じようにその二次形式を求めます。で、それを実際に求めますと、マイナス 2x 乗プラス 2xy プラス y 乗と、こういう式になります。で、じゃあこれがまあこの符号が定まらないこの不定符号だっていうことを言うためには、そのある x と y の組み合わせに対してはこれが正になるし、また別な x と y の組み合わせに対してはこれが負になるということを言えばいいんですけれども、じゃあ実際に x に1を代入して y に0を代入したらどうなるでしょうっていうと、y に0を代入しましたから、この第2項と第3項は消えます。第1項が残るんですが、 x が1を代入していますので、x に1を代入していますので、マイナス2となります。一方で、逆に x に0を代入して y に1を代入するとどうなるかっていうと、見てすぐ分かると思いますが、x が出てくる項は消えるわけですね。で、あと y2 乗の項だけ残って、その y に1が代入されますので、1が出てくると。で、上の例ですと、この二次形式の値は負になるし、下の例ですと二次形式の値は正になるということで、その x と y の値によってこの二次形式が正になったり負になったりするので、まあ、この行列は不定符号であるという言い方をします。ここまでいいでしょうか。まあ、こういうその行列の、その対象行列のこういう性質が分かれるということなんですね。で、で、次に説明するのは、では、じゃあ、この、その次数を要素に持つ二次対称行列ですね、今書いた二次対称行列が、正定値になる場合、それから、負の定値になる場合、それから、今言ったような不定の、符号が不定になる場合っていうのが、実は、ある条件で場合分けすることができるっていうのは、これから説明する命題です。まずこの命題は、そっか、そうですね、じゃあ一応全部の場合を、挙げておきますか。実二次対称行列で、この実はその正分が実数っていうんですね、一応復習しておきますと。実の二次対称行列 A、 これ成分を ABBC としますけれども、まず最初に正定値符号、正定符号になることの必要十分条件は、11成分の A が正かつ
A の行列式は確か春学期でやったんではないかと思いますが、僕の記憶に間違いなければ大丈夫ですかね。かつ、A の行列式ですね。A の行列式の計算、皆さん覚えてますか？まあ、2×2 だったら多分大丈夫だと思うんですけども、AC、この場合だと AC-B 乗ですね。これが正である。実はこの条件が満たされると、この行列 A というのは正定符号になるということが知られています。で、またその逆も成り立ちます。で、同じようにして、あと、2つの場合を書きますと、負の定符号であることの必要十分条件は、A が負で、かつこの行列式 A が正というのが条件です。すみません。で、最後に、この A が、符号が定まらないこの不定符号ですね。であることの必要十分条件は、この A の行列式が負になると。いうものです。証明はこの授業では省略しますけれども、一応講義ノートにはこの括弧1の証明を書いておきました。で、まあそれを使うと括弧2括弧3も示すことができますので。一応気になる人は確認してください。ということで、これを使いますと、最初にやろうとしていた黒板の上の方にあります、この赤い四角の部分の正負の符号を判定するって話だったんですね。で、その赤い四角の符号の部分を、こちらの11枚目の黒板にありますように二次形式で表したと。で、それで今度はその行列、ここに行列がありますから、この行列の二次形式の符号がどうなるかっていうのを、例えば正定符号になるか、負の定符号になるか、とも定まらないかっていうのをその判断するのに、結局はこういう条件を見ればよいということが導かれました。何か質問ありますか？大丈夫ですか？何かあります？大丈夫ですか？こっちに質問してもらっていいんで、いつも聞いてください。はい。そうしますと、どこまで行ったかな。ここまで行ったので、どうしようかな。じゃあちょっとこの前に書いた黒板に戻って考えましょう。一応ちょっと10枚目の黒板で書いたこの赤い式のその正負ですね。
この政府とそれからこのもともとの関数 fxy がその極大だか極小だかあるいはどちらでもないかっていうことの関係をどう導いてたかっていうのを、もう一回振り返ってみますけれども、一応この式で見たときに、この赤い部分が、この x と y の値がですね、この ab からちょっと離れたところで、この正なる、この赤い部分が正なるか負になるかっていうので、この fxy が ab で極大になるか、極大値を持つか、あるいは極小値を持つかっていうことをこう判断するということになっておりました。そうですね、もう一回ちょっと図を書いてみ、図で分かるかな、図で分かるちょっと分かんないな。もし、じゃあちょっとまず最初に条件から書いてみて、ね、条件から書いてみて、もし分かりにくいようだったら、ちょっともう少し説明を加えたいと思います。まず最初に、もしですね、この赤い部分が、常に正だったらば、もし赤い部分が常に正だったらば、それはどういうことかっていうと、この f の xy、っていうのは、f の ab より小さくなることはないっていうことですね。もしこの部分が正だとすると、ab の近くで fxy というのは、この fab よりも必ず等しいか大きくなるということで、この場合には、この fab は極小値になります。ここまでいいでしょうかね。どうですか。ちょっとこれでまだピンとこない人どのぐらいいますか。ここは大丈夫ですか。この赤い部分が正だったらば、この AB での F の値が極小値になるというのは大丈夫ですか。いいですか。で、逆に、赤い部分がですね、負だったらば、この fxy っていうのは、この fxy が ab からこう離れていくと、この f の ab より、等しいか小さくなる、うるので、この時はその fab の値というのは極大値になるということがわかります。これもいいですかね。もし、わからない人がいれば、今説明してもいいですし、あるいは、そうか、この次の時間も皆さん、いろいろ忙しいとは思いますが、皆さんの時間のない限りはお付き合いします。で、最後に、この符号がですね、定まらない。だから、xy の取り方によってこう正になったり負になったりするっていうことになると、この f の ab っていうのは、極値ではないというふうに結論付けられるわけです。ここまで一応いいですかね。一応、その2回微分のこの項を見て、
で、まあ、この部分がその x と y が、まあ、a の近傍のいろんな値を取ったときに、まあ、正になるか負になるか、あるいは正になったり負になったりするっていうので、その f が点 AB で極値を、極大値を持つか、あるいは極小値を持つか、あるいはどちらも持たないかっていうことが、まあ、判定できるというのが、ここの1、2、3という場合だけですね。ここまでいいでしょうか。で、でですね、この、じゃあ、この、赤い三角の箱の部分が、その正になるか、負になるか、あるいは、その符号が不定かというのを、その判定するための条件っていうのが、そのこの行列を見てわかるっていうのが、この上の命題なわけです。上の命題で言うと、この部分っていうのが行列 A になります。ですので、上の行列 A をちょっとこれに置き換えて考えてみてください。で、それで、じゃあこれが実際に、その、まあ、正定符号か不定符号か、あるいは符号が定まらないかっていうのを言うために、その、どういう条件をが導かれるかというと、ちょっとこの行列だけ残して書きますね。まあ今 A をこの行列にしましょう。この F の2回微分、2次導関数のこのにこの AB を代入したこういう行列ですね。で、それから、この D として、この A の、行列式を取ります。行列式の形がどうなるかっていうと、ちょっとまあ大変ですけど、面倒ですけれども、一応書いておきますと、こういう式になります。ですので、まあ、2回微分の、まあ、値ですね。この、例えば、x で2回、x による二次導関数の値、それから y による二次導関数の値、それから x と y での二次導関数の値。まあ、こういうの値を組み合わせたものが、まあ、この d を d と置きます。で、と置くと。で、その時に、一応ちょっとこの、もともとの行列の二次形式に対するその、命題ですね。これとこう比べて、それから、あと先ほどの、その、赤い箱の部分が正か負か
あるいはそうどっちが危ないかっていう時に対するここのにそれぞれの場合にこの FAB が極大値なのか極小値なのかそれともどうでもどっちでもないかっていうあの話とこう関連付けて考えますと、この時にまず1番目としては、その上の18枚目の黒板にありますその命題の括弧1ですね、括弧1に当てはめます と、この行列 A が正定符号の時っていうのは、X の二次動関数の値が正で、かつ D が正の時ですね。で、この時は、この上にあります10枚目の黒板の丸1丸2丸3のどれに当たるかっていうと、実はこれ行列 A が正定符号ですから、そうですね、行列 A が正定符号ですからこれ丸1の場合に当たるということで、でこの時に結果としてこの F は AB で極小値を取ると。ということが言えます。ずいぶん回り道したかもしれませんけれども、最終的にその二次動関数とですね、あとそれを使って作った行列 A のその行列式の値を見て、まず最初にこの x による二次動関数の ab における値が正で、かつ先ほどの a の行列式ですね、 d の値が正ならば、この f っていうのは点 ab で極小値を取るという結論が導かれます。で、2番目がこの18枚目の黒板でいうその不定符号の場合で、この場合は、この x による二次動関数の ab における値が負で、かつ、その、隣、右隣の19枚目の黒板で定めた行列式 b が正ならば、これは、その、左上の10枚目の黒板でいうと、この2番ですね、不定符号です。負の定符号ですから、丸2の値に、場合に相当するわけです。で、結論として F は点 AB で極大値ですね、極大値を取ると。という結論になります。で、最後に、右上の18枚目の黒板でいう括弧3の場合なんですけれども、その符号が不定の場合ですね、これはその右側の19枚目の黒板でいうあの D 行列式の値がまあ負の時。で、この時にはこの左上の10枚目の黒板の丸3の場合になりますので、符号が不定であると、すなわち、まあ、正になりうるし、負にもなりうるってことで、F は AB で、点 AB で極値を持たないと。という
結論が導かれます。で、今のこの括弧1括弧2括弧3というのはどこに書かれていた結論かというと、実は、教科書の147ページの下の方にあります定理 4.14 というのがこれです。ちょっと説明が前後してしまいましたけれども、これが定理 4.14 です。で、教科書とはちょっと記号の使い方が若干異なる場合もありますので、まあ、わざとそうしたわけではないんですけれども、一応その説明の都合上こうなってしまいましたので、ちょっと手間かもしれませんけれども、皆さん各自この後授業終わってから、その、まあ、僕の書いた記号がですね、その教科書の定理でいうとどのように対応しているかっていうのを確認してみてください。一応、講義ノートにも書いていますけれども、注意点がいくつかありまして、その教科書とこの板書を読み比べる場合の注意ですね、いくつか挙げときます。まず一つ目は、教科書の定理でデルタという記号を使っていると思います。定理 4.14 ですね、147ページの教科書147ページの下から2行目に定理 4.14 というのがありますけれども、デルタという記号を使っています。これが実は今板書した D とはマイナス1倍、つまり符号の違う、符号の差がありますので注意してください。ですので、教科書の定理でこのデルタが負になる場合っていうのは、この僕の板書ですとこの D が正になる場合というふうに読み替える必要がありますので注意しておいてください。それから、もう一つは、この行列式 D ですね、この行列式 D の符号に関しては、この定理では、この行列式 D の符号が正か負かの場合を扱っていますが、ゼロの場合っていうのには何も言っていません。で、ゼロの場合は、結論から言うと、この方法ではその fxy がその点 ab で極値を持つか持たないかというの判定はできませんという点に注意してください。d が0の場合はどういう場合かっていうと、そのこの2次2回微分までですね、2回微分までこう完全に0になってしまう場合を指します。でその場合にはより高次の微分係数を観察して、その極値の存在判定をする必要が出てきますので、その点注意しておいてください。ということですね。より高次の導関数の振る舞いを見て、
その極地が極地を持つか持たないかというのを判定する必要があります。ここまでいいでしょうか。ちょっと今日の後半は割と話がいろんなところに飛んで複雑だったかもしれませんけれども、その、微積分のある性質を説明するのに、線形代数の性質を使ってこう問題を解いてみました。であとは、時間の許す限りちょっと例題を取り上げたいと思います。教科書の149ページにあります例題の 4.5 というのを取り上げます。で、括弧1番としてその fxy が 6x2 乗プラス 6xy プラス 3y2 乗マイナス 2x3 乗、こういう時にこの fxy の極値を求めましょうという話です。問題です。で手順としては、まず最初にその極値を持つ可能性のある点を求めます。で、これは今日の前半の定理でやりましたように、その1回微分ですね、1回微分がともに0になる点をこう求めます。ですのでまず x による変微分を求めますと、ちょっと結論だけ書きますが、6×2x プラス y マイナス x2 乗となりまして、それから y による変微分が6倍の x プラス y というふうになります。ですのでこれはともに0になる点を求めると。そのためには、連立方程式を解くわけですね。一つは、2x プラス y マイナス x2 乗とイコール0と、それから x プラス y イコール0を、この連立方程式を解きます。で、なんか3分間クッキングみたいですけども、解きますって言って、はい、できましたっていうのは次に来て、先に説明しますけども、解きますと、x と y は、まず0、0ですね。0、0。それから、1とマイナス1という解が出てきます。ので、これは皆さん、カートで各自確かめてみてください。で、2番目に、じゃあ今度はx と y が0、0と1、マイナス1の点で、極大か極小かっていう判定をするわけですが、ここでちょうど時間が来ましたので、じゃあ一応、そうですね、例題については、
皆さんいいですか各自やってもらうといいですかね。はい、来週演習の時間もあると思いますので、じゃあ、極地の計算はまた演習の時間に委ねますので取り組んでみてください。で、次回はセクション 4.4 の因関数定理の話から入りたいと思います。何か質問などありますでしょうか。じゃあ今日はどうもお疲れ様でした。